クラブ美談。日本最高級の店舗展開をする大型グループ、グループ BJ。 その頂点に君臨し、美しき男が集うこの場所はグループ内で最も昇格するのが難しいと言われている。そんな中、昇格を決めたプレイヤーが続出。琥珀夏、天王洲弥生、二の前純、叶う歌。新たなステージに足を踏み入れる彼らの歴史的瞬間。2日間に分けて行われた昇格祭に密着。4月23日、昇格祭2日目。多くのお客様で盛り上がりを見せるクラブ美談。そして今回、主任副主任に昇格した2人のホストに密着。主任へ昇格した歌、早速シャンパンタワーで意地とプライドを見せる。はい、ありがとうございます。スイッチじゃなく、こういう形になったのも、僕は何も言わなかったのも、僕は僕だけの昇格祭じゃないから、全員でスイッチできなければ意味がね、まあ、そうじゃなかったら、やっぱりブロック戦の方が大事かなって思ったんで、まあ、ブロック戦でね、答えていただいてありがとうございます。あと、まあ、内で言ってくれたじゃないですか、今日のことも。僕の隣にいるのに、これぐらいのことしかできなくて、自分は情けないみたいな。いつも自分を責めるんですけど、僕はなんかそういうのをやめてほしい、本当に。そんな自信がなく、僕の隣にいられとは、こんな自信満々の僕は俺が悪いやつみたいになるからだから最近初心を思い返そうって LINE ではよく言いますけど、僕たちって最初君は他の人を見れて、僕はね何もなかった状態でっていうのがあるのは、その時に一緒にいる時間を楽しくいれるように、そこだけに全力でフォーカスしていられたからこそ一緒にいたいと思ってくれたと思うし、僕はそれもねこれからも変えないって言って上を目指してくれるのね。だから、まあ、焦るときは焦っていいんですけど、そのときは溜め込まずにいてくれれば、これから先もあると思うし、僕のね、まだまだ上を目指しますけど、できるときにね、私こんだけできるよってやってくれればいいんで、できないときはできないでいいんで、楽しくいれれば、僕は何も文句ない。一緒にね、これからも笑っていられればいいし、秋の昇格で僕支配人に絶対上がるんで、そのときに大きいことしましょう。まだもう一個、次の役職あるんですけど、支配人っていう、どこかなと思ってたんで、そんなに嬉しいとかなく、純粋に次の昇格に向けて足りないとこ指摘されたんで、まあ、そこを今もやっていかなきゃなっていう感じですね。役職はまあそうなんですけど、僕2年以内にとりあえず店1個任せてもらいたいんで、そこに行くためにはまず今年も、まあ、1億だと、まあ、歌舞伎町では客員に入るかどうかぐらいだと思うんで、2億を目指したい感じですけど、ちょっと現状厳しいんで、まずそこを目指せるような動き方をするって感じですかね。一歩先へ進む歌を追いかける二の前純にミリオンタワーが入る。お誕生日、昨日誕生日だ。ここで長年支え続けてくれた姫へサプライズ。感謝の気持ちを込めて50本のバラを渡す。
もともと自分も熱量低かったし、父さんってお金稼げればいいやと思ってくらいじゃ始めてたんで、僕もでもね、姫様とそうやって一緒にホストを歩んできたって言ってもね、間違いないと思うし、それでね、同じ熱量でね、仕事見てくれてるなって思うのは、やっぱりいっぱいいろんな女の子増えても姫様だけだなって僕は思うし、だからこそね、僕だって言えないことあるし、言いづらいことってあるのよ、この関係値だからこそね。でも絶対に熱量は負けてないし、僕はクラブヴィランを歌舞伎町で一番の店にするって決めて本当に頑張ってるんで、それをね、姫様に言ったとしても数字でしか伝わらないって姫は言うから、君はね、僕も同じ考えだし、だからもう見せ続けるし頑張り続けるんだけど、でも君がいなくなったら僕はホスト人生語れないし、それくらいでかい存在だからね、ちょっと不甲斐ない人なんだけど、僕もまだまだだし、でも同じ熱量で見てくれて本当にありがとう。今日この日を迎えられて一緒にね、一番最初に不思議に上がったよって言って泣いてくれたのはね、君だったんで、本当に頑張ろうかなって。僕はでも副社員じゃ嫌だし、僕代表取締役になりたいから、セナモブ潰してクラブビタコで乗っ取りたいんで、ね、僕のね言うことめちゃめちゃ厳しいなって思う後輩とかでもいっぱいいると思うんだけど、僕が言ってることはね全てだって言う店にしたいし、僕は絶対間違ってないと思うんでね、言ってること厳しいけど、これからでもね、そんな僕のねダメなところなんだけど、そんな僕でもね愛してみんなついてきてくれたら嬉しいなって。もちろんです。昇格は本当に嬉しいですね。やっぱり昇格基準がね高いお店だと思うので、もうそれだけね、しかもこの人数できたっていうことはね、すごい誇りに持っていいかなっていうくらい嬉しいですね。副主任ってなんかかっこいいし、なんか役職っぽい、それだけでやっぱ役職感はもっと芽生えますね。発言力がやっぱり変わってくるなって思ったので、官房差だと役職上がったばっかりの上がりたての状態なので、それよりかはやっぱ板についてきてる感じはあるのかなって。セナモブを倒して、僕が代表取締役乗っ取ることですかね。さらなる高みを目指す2人、血気盛んな美男子たち。そんな姿に憧れ、クラブ美男へ入店を決めた2人のホストがいた。めっちゃ楽しいです。皆さん先輩とかが優しいし、女の子も優しいお姫様が多いので、やっててめっちゃ楽しいなって思います。最初は怖かったんですけど、入ってみて社長もいろいろ教えてくれたり、従業員の先輩たちも優しく教えてくれるので、結構イメージはガラッともう変わりましたね。やっぱお姫様をいち早く集めて優しく接したり、真摯なホストとしてやっていきたいなって思ってます。すごく先輩方が優しいなって感じています。まあ、結構変わりました。こういう業界ってみんな営業終わったりしたらドライなのかなとか思ってたんですけど、自分がなんかまだ新入なんですけど、売れるようにすごいサポートしてくださって、結構温かい場所だなって思いました。絶対売れるんで見ててください。活躍してワンとはいかなくても先輩方もサポートしてくださってるんで、さすがにちょっと何か恩返しじゃないですけど、できたらいいなっていうところまでは行きたいです。新時代を担うキャストたち、新たな仲間を求める彼らからメッセージを受け取った。今ちょうど今月で言えば、僕が呼んだ子で入ってくれた子が一人いたのと、あと一昨日ぐらいに入った子も一人いて、同期めっちゃ多いんですよ。何でもやりやすいで、ちゃんとまあ役職が増えたから、一人一人を見るマンツーでつける役職が一人に対して、だからまあやり方とかも教えられるし、すごいやりやすいと思うんで、まあ多分他のとこで合わないとかもあると思いますけど、うちだったらまあ誰でも合うから楽しいっすよめっちゃいるんですよ、やっぱり怖そうとかっていうのは、まず本当に体験来てるみたいなの分かると思います。はい、クラブ美談ね、本当に仲がいいメンバーです。これは結構マジで自信持って言えるのと、おもろいやつが多いのでね、これは結構歌舞伎でねナンバーワン取れると思うくらいおもろいところだと思うんで、いや一緒に働いてくれたらね、絶対楽しくお金を稼げると思うんで、ホスト怖いなって思う人とかもいっぱいいると思うんですけど、全然もうその昔の怖いホストの時代は終わったんでね、もう優しいおもろいやつしかいない集まりなんで、ぜひね興味ある人一歩踏み出さないとね始まらないんでね、体験だけでもぜひ来てください。後悔させないんで、まあ、未経験の人に向けては、まあ、ホスト初めてなんだったらすごい受け付け、なぜかというと、まあ、ルールとか、まあ、文化がちゃんとしてるんで、まあ、もしこう違うところから来てくれる方だったら、チームワークとか仲間内の意識が結構強いんで、まあ、ヘルプも強いです、常連もしやすいみたいな。
メリットがあるんで、不安要素が何個かなくなるんじゃないかなっていう。僕らのお店は特にこうちょっと守られてる、ルールもちゃんとしてるし、それを守ってるキャストが多いんで、例えばよく言う爆弾みたいなこととか、自分の姫様がちょっと誰かと連絡取ってるとかも別にないですし、まあ、安心要素があるから。何ですか、まあ、でも本当最近いろんなニュースが流れると思うんですけど、はい、間違いなくホストのイメージは変わりますよね。変わりますね。まあでもね、正直ホストって別に日の当たる仕事ではないですからね。ただああいう風に出るのは、ね、長続きしないですよね。やっぱ長続きするホストではいたいなと思って。僕も未経験から入って今2年で、ここの立場まで来させてもらったんですけど、最初はあの TikTok をね始めて、そこから年間のナンバーとか本数100本1000万も売ったんで、まあ、ゼロからでも全然できるんで、ぜひねちょっと興味あるよっていう子が入ってくれたら売り方教えます。まあ、まずグループ BJ、 未経験の方、デモっていうわけじゃないんですけど、未経験の方がまあ売れやすいお店になってますので、まあいろんなねホスト、まあ、YouTube とかね今いっぱい見ると思うんですけど、まあ、これを見てくれてる方は、まあ、そんなね派閥があるってギスギスしてたりとかうちはなくて、未経験からやってる人が今の役職人ばっかなので、移籍者来たらそっちをフォーカスするっていう店じゃなくて、うちはちゃんと新入店者をフォーカスするお店なので、まあすごい仲もいいですし、未経験でね1000万プレイヤー、まあ全然ね大きい箱でもないですけど、まあ、20人ぐらい出してるので、すごい実力あるお店だと思います。でグループナンバーワンも取りましたし、今年もねその水準でやれてるので、振りかけなしで、まあ厳しい時もありますけども、やる気がある人本当に募集してます。でやる気ある人は絶対すぐ売れますね、はい、確実に。うちの店楽しいってやっぱ言われるから、ホストっぽいことね推奨してないんで、そういう点においてはすごいあの綺麗な売り方だと思います。僕らって地に足ついてるなっていう風に思うんで、まあ、BJ 全店すごいいい店ばっか教えてることがやっぱ通じ通ってるんで、一貫性があるので、そこをね男の子に関してはあの分かってほしい。ひなさんはもうちゃんと売れてるっすもんね。そうですね、まあ、そこが答えなのかなってちょっと思うんですよね。はい、だから売りかけ制度みたいな言われてますけど、まあ、むしろね売り上げ上がってますし、去年よりもいいペースで、まあ、売り上げ上げられてるので、まあ、1億円プレイヤーもね何人も輩出しますし、ちゃんとした売り方は教えられるかなと思います。ぜひ来てください。